ますが、スピーチというのは非常に重要なことだというふうに考えてください。でもう一つの理由はですね、美というものについては採点をつけられないんです。ご存じだと思いますけど、オリンピックじゃないので、何秒、コンバ 0.01 秒早いとかね、遅いとか、そういうその採点っていうのはありえないんですね。で全然わからない。テレビと同じですよ。400人の科目を見てるんですね。自分が発表してみたいという方は手を挙げてください。あ、結構上がった、嬉しいな。1,2,3,4,5,6,7の大阪の方、お願いします。スケバツ美穂さん、質問させていただきます。はい。あなたは5年後の自分、10年後の自分が何をしていると思いますか。お願いいたします。質問ありがとうございます。私は10年後和食食堂を開店しています。なぜなら、ありがとうございます。北海道会議です、はい、聞いてました。はい、ガスだけなんですよ。すいません、お邪魔します。お邪魔します。昼中ですね。昼中です。あ、これは、冷凍したら大丈夫な糖質低めのなんかご飯セットがあったので、それをこの1週間食べてます。作ってきた風なんですけど。そうなんだ。鈴木さんは？私は父に作っていただきました。気持ちが面白い。いいエピソードアイパパ弁当。アイパパ弁当ですね。父料理が好きで、なんかこういう勝負事というか、あの時はお昼いつも何を持たせるかみたいな、いつも考えてくれてて、めっちゃいい。そうなんですね。はい。なんかちょっと早いですけど、大会終わったら何食べたいですか？ラーメン。ラーメン。ラーメン屋でバイトしてて、意外。二郎系のもうこってこてのカロリー爆弾みたいなラーメン屋さんでバイトしてるので、そこでまかないを食べたいです。あ、今もやってるってこと？今もやってます。あ、そうなんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、私の色違いかもしれへん。絶対色違いだね。仲良しですね。ヤクルトです。でも線じゃない。あのゴキちゃんが、昨日の夜寝たんです、私の部屋に。もうこれどうしたらいいの。次の日事前審査でしょ。次の日あの大事な用事あるのに、で7時に出たんです。夜の7時にアパートホテルに、すごいカメラ目線でゴキブリ語る。アパートホテルのなんと6時までなんです、おるのが。一人で何とかするしかない。熱弁する内容じゃない。とりあえず美穂ちゃんが隣の部屋に刺して、どうしたって言ったら、チーが寝て絶対一番パン食べてる姿さえいいんです。オフモードなんで、オフモードなんで、オフモードを映させていただいております。あら、先ほども何食べてます？恥ずかしがる、恥ずかしがる。何食べてます？パンです。パン、サンドイッチです。サンドイッチ好き？大丈夫、私かわいい。大丈夫、かわいい。大丈夫、大丈夫、かわいいよ。いつもサンドイッチ大好きです。サンドイッチ大好き、はい、何のサンドイッチが好きですか？え、いつも食べる卵サンドが大好きです。卵サンド食べる、はい、残骸が、あら、あら、こちらも卵サンドですね。大好きです。大好きですね。代表は北海道ですね。
海道です、うん、食べてる時にごめんなさい今日の衣装のなんかこだわりポイントとかあります？これすごくウエストが高い位置でキュッて締まってるので、うん、スタイルがよく見えるんですよ。すごいヒールも高くなったんですよ。めちゃめちゃヒールも15センチの入ってます。だよね。どこで購入しましたか？それとかネットでそのミスコに出てた先輩にこのサイトいいよって言って教えてもらって買いました。すごく15センチ入ってるんですね。みなばちゃん高くていいなと思って。お二人すごい仲いいんですか？よく一緒に結構よく一緒にいます。ゆっくり休んでくださいね。バイバーイ。大丈夫ですよ。もうあの晒してください。2日目のビューティーキャンプいかがですか？2日目のどうでした2日目のビューティーキャンプ。いやでも昨日よりは緊張が解けてやっとなんかすごい講義の内容を集中して自分に吸収できたなっていうのはありますね、うん、なんかずっと私後ろから見てたんですけど、はい、めちゃめちゃ姿勢が良かったありがとうございます。なんか昨日も言われてませんでした、はい、なんか昨日も講義終わった後に先生から言っていただいて、うん、それであやっぱ見られてるんだなって思って、うん、そこからさらに意識するようになりました。すごい見てました。ありがとうございますすごい綺麗だし、ありがとうございます、ね、今日はおにぎりですか？あ、恥ずかしいです恥ずかしくないです。あのたらこが好きですか？そうですね、炙りたらこと、うん、炙りたらこ、はい、炙って、うん、炙ってますか？はい、炙ってますね炙ってるのと、あとなんかこちらは普段はこういうの食べないんですけど、うん、ちょっと栄養満点なサラダみたいな。何サラダっていうんですか、これは？なんだろう、栄養満点お野菜サラダみたいな栄養満点お野菜サラダ、ね、素晴らしいです。栄養満点、美味しそう、ね、皆さんの食事をヘルシーです。じゃあちょっとお名前とミス何々お願いいたします。はい、広島県代表の矢上香と申します。広島県代表の矢上香さんですね。はい、よろしくお願いします。日本大会頑張ってくださいね。頑張ります、頑張ります。はい、ミス岡山の北小路ゆりえです。ミス岡山の、あ、岡山の印はどこにあるのかしら。ちょっと今さっきちょっとだけ外に出てたから。そうなんですね。すいません、岡山です。はい、岡山の北小路ゆりえです。ゆりえさんですね。はい、お願いします。なんか白黒じゃないですか、みんな服。あ、本当だ。白黒が多い。ねえ、みんなここ白黒が、うん、確かに、うん、こだわりの衣装ですか？ハイウエストのスカート、これ結構気に入ってます。そうなの、はい、足長効果、ね、足長効果、うん、ありますね。ありがとうございます。あ、え大会の意気込み、ちょっと意気込み、緊張しすぎないように落ち着いてできるように頑張ります。笑顔で頑張ってください。笑顔で頑張ります。お願いします。それではじゃんじゃん、はい、はい、千葉の真渡愛子です。真渡愛子さんですね、はい、SNS 拝見させていただいております。 ありがとうございます。嬉しいです。今日の衣装のこだわりポイントとかはありますか？今日の衣装はワンピースが好きなんですけど、ワンピースでして、あとはここちょっと黒くなってるのでウエストがちょっとキュッて見えるかなっていうようなちょっとキュッて細く見えるようなスカートしました。キュッて見えてます。あ、本当ですか？キュッて見えてます。素敵です。見えてます。初めてのありがとうございます。今日の講義とかいかがでした？今日の講義はスピーチとか質疑応答とかこれから必要になってくることをすごい学べたので、ちょっともう残り日数も短いんですけど、気合い入れ直してまた頑張りたいと思います。大会のスピーチではどんなこと意識します？はちょっと感情を込めて皆さんに伝わるような話し方をできればいいなと思います。じゃ
かちょっと感情を込めて、どうしようかな、大好きな食べ物を言ってください、大きな声で。感情を込めて。いちご。かわいい、かわいい。そうそうそう、そうそうそう、犬、犬いちゃいましたね。ありがとうございます、犬かれました。ありがとうございます。ありがとうございます、かわいかったです。はい、バイバイ。日本大会頑張ってくださいね。はい、頑張ります。さて、はい、最後の鳥でございます。はい、鳥は鳥でございます。はい、鳥のお名前と、はい、県名をお願いいたします。はい、水神奈川の小島しおりと申します。小島しおりさんです。はい、すごい大人っぽい雰囲気ですね。大人っぽいですか？髪の毛とかすごいなんかエレガントな感じ。ありがとうございます。嬉しいです。今日のこだわりの衣装のポイントとかありますか？衣装。今日ちょっと似てる感じなんですけど、テイストが似てる感じなんですけど、実はもう一人いてテイスト似てる子が、ちょっと今日いっぱい同じ洋服がいるんですけど。そうなんです、ね、本当白黒多くてね、そうなんです。今日はなんかそのスピーチの講義があったので、なんかこうシャツを着てこう受けるイメージだったのでっていう感じです。なんかそういうことでみんな白黒って感じなのかな。神奈川ですね。はい、神奈川で。出身も神奈川なんですか？神奈川です。そうなんだ。神奈川で有名なところを教えていただけますか？神奈川で有名なところ、よく行くところ、よく行くところ。でもやっぱり、うん、中学生の頃からずっと行ってたのは、あの港未来の、あの海のところで散歩するのが好きです。赤レンガとか。そうです、ロマンティックなところ。ロマンティックなところ。ロマンティックなところ、いいですね、はい、そこはすごい一番好きです。横浜の、はい、中です。ところです。日本大会の意気込みを言ってほしいんですけど、はい、ちょっと皆さん3人考えてもらって、何を言ってもらいたいですか？何だろうな。感情を込めて、うん、じゃあ日本大会の意気込みを。感情を込めて意気込み。じゃあ感情を込めて好きな食べ物を言いながら日本大会の意気込みを。どういう感じですか？頑張ってください。まず食べ物を言ってから意気込みを言うってことです。うん、食べ物を言ってから意気込みを。なんで、じゃあ食べ物を言ってから、その食べ物に連想させて日本大会の意気込みを言ってみましょう。連想？連想ゲーム。ちょっと待ってくださいね。質問より難しい。え、どうしよう。頑張れ頑張れ。はい、じゃあ好きな食べ物は？好きな食べ物はアボカドです。アボカド。アボカドというのは？アボカドは健康ですね。健康で、なので日本大会では、はい、ヘルシーな体で臨みたいと思います。はい、じゃあヘルシーな体で、あの体のコンディションをね、はい、整えて、あの日本大会に臨んでいただけたらと思います。